ジャパンです。はい、ということでね、今回もタイからお届けします。で、今回のクリップはね、どんなクリップになるんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。はい、これからですね、川島さんに連れてってもらうのはですね、はい、ハートモック国立公園です。はい、はい、なんかビューがね、綺麗なポイントがあるということなので、そこに向かいたいと思います。すごいね、牛さんが。ヤギ、家ヤギ。あ、ヤギか。今ですね、ちょうどバイクで走ったらヤギの集団が、ヤギ使いがヤギを移動させてます。見て、この遅れを取ってるヤギたちにね、呼んでね、ついてこさせてるっていうね。なかなかね、こんなことはタイの中にいてもね、田舎の方じゃないと見れないですね。川島さんも、川島さんも撮ってます。これ多分ね、またどうなのかって、違うぞ違うぞっていうだけで車が止まっちゃってる。こっちはね、なんだこれは、牛なのか。アニブアラカ、めちゃい、ブアラカ。はい、これからね、こんな感じで山を少し上がっていくようです。ちょっとね、ビューポイントに到着したので、ここからね、歩いて下の方にね、清流、川が流れてるみたいなんですね。ここの国立公園はここでね、テントもできる、テントも張ってキャンプしていいそうですよ。わー、すごい、なんか自然の中でマイナスイオンを感じるっていう、そんな感じですよ。はい、ここがですね、里も国立公園って、まあ自宅の裏のね、国立公園ですけども、そこにタカさんをお連れしました。ありがとうございます。はい、ここはまあ、まずですね、一つのポイントとして、まあ川がきれい、清流がね、流れる場所で、はい、でこんな感じで、はい、テント状になっております。はい、まあ今日は日曜日の午後なんで、だいぶ夕方ですからね、もうみんな帰っちゃったと思いますが、はい、まあこんな感じで、とてもね、きれいな川が流れて、魚もね、小魚が結構多いです。ただまあ、国立公園の中なんで、魚釣りはしちゃいけないことになっております。この、道まだ登ってを置いていって先にですね、タトモク滝というのがあって、はいはいはい、タイで最も段数の多い滝として、有名らしくて、はい、でまあ、その動画僕一回行ってるんで、はい、僕のチャンネルでもまた概要欄貼っておきますので、はい、見ていただけると、ね、さっき聞いたら、なんかもう来る時間が朝から来ないと、もう暗くなっちゃうから、はい、もう入れないよなんて言われて、大体ですね、歩いてやっぱり40分ぐらいかかるんですよね。あ、なるほど、はい、ちょっと今日はそんなないんだけど、結構登っておいて、はい、登ってて険しいんですよ。なるほどね、獣道みたいで。ちょっとじゃ、滝の方はもう川島さんのチャンネルで、はい、ということで、はい、もうここ結構そこそこ登ってきましたよね。はい、登って降りてしましたけど、結構そこそこ上の方ですか。そうですね、ね、じゃあこれだから、この川はやっぱ本当に山に降った雨が、そのままやっぱり湧き出るというか、染みて出てくるんですかね。魚、あ、魚いる、小魚かね。魚、あ、すごいすごいすごい。僕もタコモクタキという周辺がですね、野生の象が結構出る。野生の象、はい、野生の象いるんですよ。いますいます、野生の象がね、結構出たり、あと、はい、野生のバッファロー、筋肉隆々のね、野生のバッファローも結構出てます、ね、そんなような場所で。危なくはないんですか。危ないです。危ない、危ないですね。だから、インターネット上でやっぱり
ここのフェイスブックがあるんですけど、はい、野生のゾウが出ましたよ、野生のバッファローが出たんで気をつけてくださいね、はい、そういう告知があります、まあ、気をつけろって言っても、まあ、まあ近寄らないっていうことをするしかないと思います、まあ、出る、まあね、鉢合わせになってみたいようななりたくないような、ね、はい、の裏にも川があって、それもこんなような川で、もっとだからもう獣道なんですよ、はいはい、そこもやっぱでもここあれですね、本当に川島さんとこは来るバイクでも結構近いですね、こんないい場所があっていいね、自然がいっぱいで、自宅の裏の山がね、国立公園ってなかなかね今日の動画いかがでしたでしょうか。やっぱり耐えはいいですよね。またね、次の動画をお楽しみください。それでは循環クリップカナナカサワディーカーバイバーイ。